どうも、酒は私になってからまさやんです。こんばんは。2024年の7月の16日でございます。実家から緊急で動画を撮っております。言いたいだけということで、トリスハイボール久しぶりですね。トリス飲んでます。トリスと距離を置いてたんですよね。なんかトリスね、相性が良くないんですよ。まあ、トリス安いけど、リーズナブルで家でボトル買って最高に飲めるんですけど、なんか違うんだよな、俺の中でトリスは。でも久々ね、久しぶりにちょっと会ってね、話してみたんですけど、まあこんなもん。はい、ありがとうございます。ということで、昨日ね、陳情特性について語ったんだけども、その後すぐに来たんですよ、方向認システムアップデート予告というかね。はい、方向認ね、皆さん記憶が新しいか古いか分かんないけども、血死法的いう性欲シーズンでこの方向認システムが実装されました。私自身はかなりいいなっていう印象でした、もちろんね、なんかこれ大丈夫か不安だなっていうこともあったんですが、まあ、資源の根幹が揺るがされるこのシステム変更というところなので、かなり大きなねアップデートかなっていうのは個人的には思います。資源はものすごい大切ですよね。お金と同じくらい大切です。で、資源なくして戦争なし、ね、戦えないし、また資源といえばね、今僕スタダ中ですけど、まあ、スタダ終わったけども、過密でね、資源がないぞということで、一番、揉め事が起こるのも、まあ、資源だと思ってます。はい、資源欲しいですよね、皆さん。まあ、そんな中で、より効率的に、かつこううまく資源が獲得できるこの方向認システム、まあこれ資源だけじゃないですよ、方向認は、でも資源がね一番大きく関わるかなというところでございます。で、主公の皆様のね、あの城や野外建築物の建設、部隊徴兵、さらには各種資源の採集、微力ながらお役に立てるよう、どういう表現だ、微力ながらお役に立てるよう方向認システムを実装しました。威力ながら枠に立てるって表記ある。正しいのかどうかおかしいけど。より楽しい体験を。わかんない。威力ながらお役に立てるよ、はい。利用することで多様な経営計画を一元管理でき、柔軟かつ自由な経営戦略を体験、いただけるでしょうということでございます。で、方向認システムね、プレイされてる方はわかると思いますが、まあ、一つ一つの、まあ、例えば、建設とかね、徴兵とかね、資源、これ、採集を、まあ、それ一つに対して、一人の方向人が必要なんですよね。はい。で、方向人は、まあ、どんどん増やしていけるんですけども、衆生、分譲、樹上における施設の建設、昇級を方向に派遣。建設対立に、制限がないっていうのは、まあ、俺、いいと思う。これ、すごくいい。より多くの方向人を派遣することで、より多くの施設を同時に建設、または昇級できます。ということですね。場外の建築物にも方向人派遣できますとか、派遣が必要ということになります。徴兵対立の制限もなくなります。最高！これも最高でしたよね。徴兵隊ですね。いらないんですよ、これ。5部隊いける、ブワーってね、本庄でできること。徴兵がね、最高です。で、問題がこの資源採集でございます。はい。必要な資源に応じて、秋方向には主要の資源施設に派遣して採集することで、対応する資源の生産量が増加します。例えば同じ4土地、5土地に2人の方向人を派遣したら2倍採取です。ということで、非常にスタダにおいては、この方向人システムはいいですよね。石がないって言っても石にね、2人を派遣すればいいことであって、ただただね、まあ、だけ木に5人、
鉄に4人みたいなね、まあ、自由に配列できるので非常に、資源獲得においてスタダからおいてもね、まあ、非常にいいんじゃないかなというとこなんですけど、私が懸念してるのは枯渇です。枯渇がどうなるのか、ただ枯渇あるでしょうよ。もう枯渇なかったら城周りの城でずっとさ、資源をさ、城周りの資源をさ、ひたすら奉公人を増やしてやれば永遠と枯渇しないので、別にこうレベル5、6、7、8、9、1個ずつあればみたいな、確保できるので絶対枯渇はあると思います。で、枯渇がねやっぱネックになって、枯渇したらその土地も資源ゲットできないので、どん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 新しい土地に行って資源を取って採取してみたいなことがあるので、枯渇がこうこの資源の圧迫にどこまで影響するのかは、で前期決地法的で僕も体感しましたけどね、まあ、めちゃくちゃ苦戦したわけじゃないけどもね、あの時あったかな、開発決地法的で開発があったか分かんないけども、あったら一番いいですよね。ただこれ全システムが全生育シーズンに実装されるので、それぞれ資源の使用というのがいろいろありますよね。特殊的なものもそこに合わせてこの奉公人も作っていかなきゃならないということで、もうすでにアナウンスあってますけど、このシーズンではこうなります、このシーズンではこうなりますっていうアナウンスはすでにあっております。はい、ということでこれはね、より多くの資源を獲得して、その枯渇した分どんどん破棄していくっていう形になっていくんですよね、このゲーム、この仕様となると。なので資源の獲得システムの根幹が揺るがされるというか、根本的に変わってくるっていうことを思った方がいいと思います。ただ枯渇されるかどうか分かんないです。枯渇されるか分かんないです。枯渇されないかもしれない。でも枯渇されると思う。ほぼほぼ枯渇はあると思います。はい、あると思います。ということで、奉公人システムは昨日の陳情特性と一緒で、常に、開催されている生育シーズンでは適用されません。次の新しくオープンされる生育シーズンから実装されますということでございます。この工事漏洩とか併合者則とか決定的とかね、まあいろいろ線引くは固定5人と書いてありますけど、各シーズンでもいろいろね変わってくるかなと思います。まあね、どうなるかちょっと分かんないんですけど、各生育シーズンのいいと思われたところを、まあ樹状システム、分譲システムもそうですよね。これがこう生育シーズン常設されるっていうことがこれからも増えてくると。もちろん評判が良かったんでっていうことだと思います。僕はどっちかというと資源はね、どこのシーズンか忘れた。最近だけど、連結していくやつ。連結していくやつの方がどっちかというと良かったかなっていう印象。今回かなりやっぱ癖ありなんで、方向にシステム。かなり大幅な変更なんでね。まあこれがどう働くかっていうのは、ちょっと懸念材料だと思うんですけど、もうでも実装される限りはしょうがないので。方向人システム、皆さんご意見くださいということで、お酒は私だけませんでした。ありがとうございました。